京都タワーと塩麹寺通り、塩麹寺通りは、京都市の主要な東西の通りの一つ。東は東大寺通りから、西は大宮通まで、七条通りと東海道本線の間を走る。かつては三鉄道とも呼ばれた。京都駅を北に降りてまず目に入る大通りであり、京都タワーに面している。ここでは、西の延長である西塩麹寺通りについても合わせて取り上げる。 通りの名前は平安京の塩工事に由来するが、現在の通りとしては平安京の八条防門工事にあたる。平安京の塩工事にあたるのは、現在一筋北にある木津谷橋通である。三鉄道の名は、かつて大宮通り東イルニ三明と呼ばれた渋川春海の邸宅があったことに由来すると言われている。平安時代に開通したが、 応仁の乱以降衰退し、慶長年間に油の工事通り大宮通り間が再開発されている。近代まで周辺は市街地の外れの市村であったが、1877年に鉄道が敷かれ、京都駅が置かれると大きく発展を見せるようになる。駅の拡張や路線の伏線化に伴い、1914年には通りの大広無地区が行われ、沿道は一変した。 現在も河原町通りから堀川通までは、京都駅、烏丸口に発着するバスの往来が激しく、商業施設やホテル、公共施設が多く立地しているが、河原町通りから東と堀川通から西は、道幅が狭くなる。東大寺通りから本町通までの区間、及び岩上通から大宮通までの区間は西行きの一方通行である。かつて、 京都駅前から東へ河原町通りまでは、京都市電が京都駅前から西へ、西の東院通までは京都市電の狂気路線である N 電が走っていた。西塩小寺通りは京都市の東西の通りの一つ。塩小寺通りの西の延長にあたり、東は七本松通りから西は再通を越えて西高瀬川まで至る。すべての区間が西行きの一方通行である。 塩麹通りのようなメインストリートではなく、住宅や商店の並ぶ生活道路である。ありがとうございます。